この動画はかつてゲーム少年だった男がさまざまな新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はい、どうも、人生かき色です。俺たちとファミコンと40代プレイということですね。今回プレイするのは、テクモのキャプテン翼になります。よろしくお願いいたします。まあこのゲームはね、あまりまあ皆さん大体知ってるでしょうまあサッカー好きなね、少年大空翼くんが小学生時代からまあ今でもね、なんだかんだで連載がちょこちょこ続いてますよね。だからなんていうんですかね、どの世代でも知ってるんじゃないですかね、サッカーとしての。しかもこのでファミコンゲームとしてね、発売されたんですけどもね、結構このゲームがサッカーゲームとしてはよくできてるなっていうね。ただこの実況の人がすげえ面白いんですよねドリブってるかいって。まあ一応中学サッカーの全国大会から、確かね、中学ジュニア選手権ですかね、世界選手権まで収録されていると思うんです、確かこれ。だからテレビアニメを追随してる感じなのかな、違かったかな。じゃなくて、通常のね、あの原作漫画の方を忠実に描いてる感じですかね、最後の方まで。まずは、第1試合、この南葛対錦川がやってきますね。情報わかりました監督。中学なんでね、翼しかいないんですよね、このチーム基本的に。あとはまあ昔馴染みの元集鉄のメンバーとか、けど若林とかね、美咲くんもいないですし、ちょっと厳しいんですよね。伊丹くん行きましょう。確かに上がゴールだったと思うな。パス。近い人しかいねえんだな。あ、これあれ敵か。じゃあ長野くんにしよう。長野くんに滝くん張りの止まれた。じゃあパスです。木杉くん、あー弾かれた。あー楽、ナイス。楽からパスだ。滝にパスして、シロシはそのまま白。あまり滝くんのボイス見たことないけど、えっシュート取られるとそんなことあんの厳しくねえやばいけど分かんないこれ。お、ナイス、高田ナイス。ダメか、やばいな、キーパー森崎では厳しいぞ。あー打て、早いな打てくんの。よし、キャッチしてみろ。取れねえか。ああ、無理か。パンチングー。よし。うそ、どんだけ波状攻撃食らってんの。うそ。マークしかないんだ。ブロックがないんですね、この時。どんだけ蹴られてんの。次厳しいんですけど。うそー
どんだけやられてんだ。伊沢、チクリシャ伊沢くん。こっからシュートだ。あえて翼を使わない。うん、ダメか。敵強くない？このゲームは。ナイス、ガブくん、ナイス。もう翼しかねえ、こうなったら。そっか、まだこの時ドライブシュートないんか。よし、助かった。やっぱ翼しかいねえぞ。もうまたタックしかねえよな。お、取った。ナイス、石崎やるねえ。ここであんまりだいぶ上がってねえな。あ、取られた。結構即取られるな。なんかだいぶ取ってなんで敵がいつもフォローしてるんだっから。頼むよー。おお、さすが翼だ。今日絶対敵が取ってる、さっきからもう。どんだけ敵取られてんのよ、もう。全員タックル。あー、そんなことあんの。ひらみくん、あ、終わった。あはい、ということで今回ここまでになります。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、結構難しいですね。なんか久しぶりにやったんですけど、こんなに難しいと思わなかった、このゲーム。で、今ね、画面出てますけどね、結構ね、この実況者さん待ってると結構ずっと喋るんですよね。これも結構楽しいんですけども、まあね、もしコメントといただきましたら、エンディングの方まで頑張ってやりますんで、よろしければコメントください。お願いいたします。またね、ファミコンソフトに関してもいろいろなゲームやってきますんで、もしリクエスト等ありましたらコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。